はい、こんにちは。ギター講師、プレイ講師の斉藤誠です。今日はですね、音楽理論、その5ということで、ついにやってきましたオーラリーという曲、題材を使ってソロアレンジを組み立ててみようというところまでやってまいりました。おー、というわけでやってみましょう。一応ね、前回オーラリーについてご説明しました。アナライズをね、してこんな感じでやっていくんだなみたいな。で、そしたらですね、無料でね、下の概要欄からダウンロードできますので、もしよろしかったらね、そちら紙媒体、紙でも、ご確認しながらこの動画見ていただけると非常に、理解しやすいかなと思いますので、ぜひご利用ください。まずオーラリーという曲なんですけども、ソロウクレレにアレンジするときに3段階で考えてほしいんです。メロディー、そしてコード、そしてミックスで、それをね、メロディーとコードを一緒にしたソロウクレレ、ソロアレンジということで、メロディー、コード、ソロアレンジ、3段階で考えていきます。まずこの曲のメロディーちょっと考えていきたいと思います。0101323、こういう曲ですね。はい、こんな感じになってます。これが今メロディーで第一段階なんですけども、じゃあ次第二段階、コードをやっていきます。一応コードもね、上にもう僕スタンプを押させてもらったんですけども、こちらやっていくと、はい、こんな感じになります。で、じゃあこれをじゃあくっつけてみますね。こんな感じです。はい、こんな感じになります。ではそういう風に最後ね、ソロウクレレになるために、これをねご説明していきたいと思います。はい、まずソロウクレレの基本の方で、お伝えさせていただいたんですけども、別の動画でね、メロディーが必ず一番高い音になるように設定していくというのがソロウクレレの基本でした。そしてそのコードの範疇の中では、和音の音はなるべく伸ばしっぱなしにしながらメロディーを弾いていくという2つのルールにのっとってまず作っていきますね。そのコードが始まったタイミング、なるべく早く、もう一拍目、その瞬間に、和音の音をなるべく多く鳴らしたいので、メロディーがね、最初の音は3弦になってますから、ということは和音 F のコードを鳴らすためには4弦しかないと
ということになりますので、中指で押さえてるので、これ弾いていくわけですね。で、メロディー3弦ですよと。で、そしたら、あんまりなんか常にこう和音。弾いていくのもなんかうるさくなっちゃうんで、この曲では1、3拍目で基本的にメロディーをふわーんと時々鳴らすっていうのがね、大事ですね。常に鳴らしてるとなんかちょっとうるさい感じになっちゃうので、というわけで1、3拍目いきます。201、そしたらここでもとなって、これでというメロディーに和音、その弦より下の音にコードの音を加えることによってこうなりました。はい、ハイ G だとね、あのメロディーよりちょっと高くなっちゃうかもしれないんですけども、鳴らすタイミング的に親指でね、ゆっくりこう1本ずつ下ろしていけば、メロディーの一番下にあるね弦が一番最後になるわけですから、基本としてね お伝えさせてもらいました。ちょっとタイミングを最後にすることによって最後の音が目立つというわけで、タッドーンになりますけども、3弦の音が一番目立浮き立ってると思うんで、はい、こんな感じで弾いていきます。で、次 G7 のコード、2弦3フレットからです。 G7 だと2弦3フレットの音は弾いてないですね。ここにメロディーが来てるわけです。ここにそうなってくるとですね、メロディーの音は必ず弾かなきゃいけないので、2弦3フレットここを押さえながら、それより以降の G7 の音を押さえるとこういうことになりますね。320、これだとちょっと G7 としてね、あのファの音が含まれてないので、セブンスの音ですね、2弦1フレットの音がここ弾かれてないので、ちょっと G7 らしくはない音になってしまうんですが、この際、気にしないと、7なんとかとか、9スとか、7とか9とかの数字ってですね、こう省けるんですよね。ウクレレだとね、和音数が最大4音なので、ちょっと工夫していかなきゃいけないので、まあ、無視しちゃうと。弾きやすさ優先でいこうということで省略します。320、2、320。やっぱり1拍目と3拍目で弾きますね。メロディーが、なのに対してメロディー、あの和音を入れると、はい、こんな感じになります。同じようにやっていきます。もう次3弦1フレットがメロディーになっているので、3弦と4弦の C7 の音入れちゃいます。で、ここか、メロディーが一番高い音なのでね、それ以上の音を弾かないようにコードの音を追加するっていう感覚で OK ですね。はい、そしたら次、2弦1フレットなんで、これあのそのまま F のコードね、1弦止めで弾けますね。はい、これでもう1段目やってみると、まあ、こんな感じでやっていきます。はい、で、まあ、2段目も同じなんで、もうコピペですよね。もうね、なんかこだわりたければちょっと変化加えてもいいですけども、ここではちょっともうね、あのシンプルイズベスト。そしたら次、ここですね、メロディー 3段目ですね。メロディーが、はい、というところなんです。今まで通りにもう最強ですよね、F のコードを下に追加していくと、1弦メロディーだからやりやすいぞみたいな感じですね。 A7、 これで A7 になった。で、 Dm、 そのままいける。 F7 で、 F7 は1弦本当はこれ3フレットを小指で押さえてるんですが、メロディーここです。メロディーね、開放弦ですね。もうここを、ここ優先しますから、もう小指離すという感じで、とすると1、3、2、こんな感じになりますね。これでここのメロディーの1弦ね、開放弦の音を鳴らしながら F7 のコードをそれより下の弦で弾くことが可能になりました。 OK、 バッチリ。で、次 B フラット、 1弦開放弦になってますね。ただ2弦3弦4弦で、B フラット弾けますね。はい、これで OK。 で、次 B フラットマイナーとなると、これ2弦の1フレットメロディーになってるんで、それより下が1と3、ちょっとここ難しいですけどね。次 F のコード、こんな感じです。メロディーが、ってなってて、下の弦にコードの音を加えると、
な感じになります。ちなみに最後これ全音符で伸ばしてるのがちょっと前伸びしちゃうんで、もう一回この各段の最後 F なんですけども、なんかもう一回ぐらい聞いて間延び感をちょっと減らしましょうか。なんかねそのまま終わったのかなみたいな雰囲気になっちゃうんで、3拍目でもう一回弾いてリズム取るプラスメロディーの伸ばしてる合間になんか弾かないとなんか終わった感じになっちゃうんで、そしたら次 D7 ですね。これそのままいけるんです。2021弦ね、メロディーがはい、1小節目以外ね、全部1、2段目と同じなのでこれやっていきます。これちょっと押さえ方難しいですけどね、中指と、薬指、そして人差し指を1回加えてまた離すっていう感じですね。はい、D7 の形はなるべく押さえっぱなしにしながら、人差し指で1弦1フレット押さえて、でまた離すですね。はい、で次 G7、 これまた1段目と同じなんで繰り返しますね。はい、こんな感じで、できました。最後ジャラララーンってなんかねこう伸ばして、というわけでメロディーとコードが分かったら、とりあえずコードをですね押さえて見つつ、まあ、メロディーねやってみたりとかで慣れてくると、これ結構パッ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 ってこうできるようになってくるんで、ぜひトライしてみてください。またねレッドリングって言って、やっぱそのコードの範疇ではその和音の音を伸ばしながらメロディーを弾くという、美しく、ソロウクレレを弾くポイント、大事なポイントとして以前ね動画でもご説明させていただきましたけども、それを踏まえた楽譜もですね一応こちらあるのでご説明していこうと思います。 F のコードね、最初バッと普通に F のことを押さえていただいて2本だけ弾きます。3弦までメロディーがね3弦なので3弦弾きますね。これバーバーンと1弦2弦は親指がここね勢いを持って弾かないように下の4本の指でしっかりボディ支えてください。ここで支えないとこうなんか勢いがあってこうガガガって奥まで行っちゃうんですよね。ここでしっかり支えてください。第一関節までです。深く入れちゃうと親指が動かなくなっちゃうんで、4本の指のこの第一関節まで、ここまでじゃなくてここまでに入れてください。でそしたら親指結構ね大きく動きます。で2弦で最初ね親指をこう止められるといいですね。こう2弦に押し付けて親指止めて、で次2弦だけ弾いて、で次人差し指だけ離す、でまた人差し指だけ押さえる。というわけでここではね中指を絶対離さないようにするというのがポイントですね。はい、青い線のところはずっと押さえっぱなし、レッドリングという意味です。なので1小節目は左手は人差し指しか動かしてないっていうことが大事になります。中指の音はねずっと伸ばしっぱなしにして美しい音を保ったままメロディー聞かせてください。次 G7、まあ、320、指使いごめんなさい、これ単音弾きの時のやつになってますけども、まあでもここでも同じですね、2弦3フレット薬指で3弦の2フレット中指ですね。はい、ダダダダ3本弾いてもらって、1弦でねやっぱりこの時は親指止めてもらって、で3弦弾いてもう1回ジャララで4拍目ちょっとお休みしてもらって、3、4拍目伸びてますから4拍目しっかり数えてお休みしてください。1、2、3、4、1ね、次の一緒1拍目に入ってください。で次100、これ人差し指でね2弦1フレット押さえてもらって、で次中指で3弦2フレット、その時に、まあ、4弦も一緒に鳴らしてもらって開放弦、この、3弦2フレットの音はメロディーの音でコードの音ではないので、まあ、すぐ離しちゃって大丈夫です。で3弦開放弦弾いたら次 F のコード、
はい。で、何も数字が書いてない音符は反復記号なので、その直前の音をもう一回弾いてくださいねっていう、ところになります。伴奏部分とかに書かれたりね、そういうこと多いかと思います。ソロウクレレにおいては。で、2段目も全く一緒ですね。はい。そしたら次3段目。起承転結の点のところですね。 F のコードで弾きますが、1弦開放弦まで、で次 A7 人差し指で3弦中、ここまでいいですね。で次 Dm そのまま普通に押さえてください。で薬指を次は F7 なんですけども、メロディー1弦開放弦で、よく見てください。これ3弦2フレットのDm のね、Dm のこの3弦2フレットの音がただ単純に半音上がってるだけなんですよ。Dm の形を4弦中指、3弦薬指、2弦1フレットは人差し指で押さえておけば、次の F7 は薬指を1本だけですけどね、半音こうキュッと上げてもらって F7 になります。人差し指と中指は動かさないでください。F の形、 F のコードの形、なんかね、保った感じです。で薬指が3弦の2フレットから次3弦の3フレットキュッと上がって、でこれでもう F7。 はい、なるべくなんか必要のない指は離さない、動かさない、綺麗に効かすポイントなので、こういうとこもね、やっぱり気づけるといいですね、慣れてくると。はい、できました。で次 B フラットなんですけども、1弦が開放弦で212で、ちょっと難しい方向けに、難しいなと思われたら4弦は、これ開放弦にしちゃってもいいです。弾かないんじゃない、押さえないでも弾くみたいな。そうすると結構おしゃれになります。例えば4弦3フレット押さえたバージョンでいきますね。じゃあ4弦開放弦したバージョン、はい、これ B フラットとか B フラットマイナーから考えると6スという音が入ってますね。 B フラット6ス、 B フラットマイナー6スというふうに、ちょっとこうテンションノートみたいなのをこう付加してる。でよりおしゃれになるし、なんか簡単になるということで、4弦のね3フレットは押さえてもいいし押さえなくてもいい、どちらでも OK です。押さえる場合は人差し指と中指と薬指でこう押さえて、で1弦開放弦なので人差し指ちょっとこう立てないとねダメですね。こう普通の B フラットはこう人差し指をペタッと寝かせて1弦と2弦一緒に押さえるんですけども、しっかり立てる、人差し指とかなんかね押さえた指が下の弦に当たっちゃうっていう、症状結構あると思うんですけども、これはもうひとえに指を前に出してください。手首を前に出す、手の甲が前の人にも見えちゃう、丸見えっていう、ね、感じです。こういう風になってる方はすごく多いと思うんですけども、手首が上に上がった時点でほとんどのウクレレ弾けなくなっちゃいますから、下に下げてください。親指はネックの真ん中よりちょっと下、こういう感じです。そうすると指前にこうガッと出ますよね。こうなってる方が弾けないんです。やっぱ下の弦にね、指の腹とかどっかが当たっちゃうんで、こうなんです。結構ちょっと手首ね、辛かったらあんまりこうやりすぎないようにだけ気をつけてもらって、こんな感じです。こうじゃなくてこう、もう立ってるの一目瞭然ですよね、指ね、こうね、はい、大体の方はこうなっちゃってる。しかもこの中に握り込んじゃったりとか、手首がこう上に上がったりとかしやすいです。下です。はい、ちょっと最初多分力入りにくかったりとかしますし、このやっぱね指を押さえるパワーはやっぱこう裏側の親指が担っているので、この親指のパワー結構重要ですね。はい、ここら辺の筋肉ってだんだんと鍛えられてくると思うので、めげずにちょっとずつトライしてみてください。関節だけ痛めないように、気をつけてください。こう使ったらこうほぐす、はい、スポーツですねもうね。で、こうジャラーンと弾いてもらったら、次2弦3フレット小指で押さえます。人差し指中指薬指のこの B フラットのね、形プラス1弦開放弦の音を崩さないように、この小指だけをね追加します。
小指ちょっと最初標準張りにくいと思うし、これ結構難しいと思います。まあでもいい小指の練習になると思うんで、エクササイズだと思ってもうねやってみてください。で次は1弦の、もう1、2、3フレット、もう4、全部のでもいいですけども、人差し指でこう制覇します。で薬指が4弦3フレット。やっぱりですね、こう手首をこう下に下げないと人差し指まっすぐにならないんで、バレーコード多分ねうまく いかないと思います。こっちになっちゃうとどんどんこう指力入りにくくなっちゃいますから、こうですね、はい、親指もネックの真ん中にちょっと下にこう、こっちじゃなくてこうですね、はい、もちろんこう上に握り込んでコード引くときもありますし、下に来るときもあります。これ2種類大まかにあると思っていてください。はい、で113ですね、これを押さえていきます。はい、薬指難しかったらもう離しちゃっていいです。で4弦開放弦にすると、で薬指、2弦の3フレですね。人差し指ベタッとくっつけたままです。2弦3フレ、薬指押さえてもらって、まあ、1弦はね鳴らさなくていいんで、で F のコード、はい、で下の段の D7 に行くわけですけども、 F で今押さえてた中指を離さないようにしてください。 F からこれ段が違うからちょっと気づきにくいですけども、4弦のねこの2フレットと D7 の4弦2フレット、同じ指同じ場所です。なので薬指を2弦2フレットに追加することによって、はい、もう D7 結果もうねできたみたいな。でそしたら人差し指がこの後1弦1フレットでいきます。この D7 を押さえながら人差し指1弦1フレット、ちょっとこう指ギュッとこうねギュッと入れないと難しいかもしれませんが、指の力とかねパワー足りないと薬指がこう前に出ちゃったりとかこうねしやすいかもしれませんが、それはやっぱり親指ちょっとこうね後ろから持ってきてもらって、中指と薬指のこの指を斜めに押さえておくっていうのがポイントですね。まっすぐにしてるとやっぱ薬指ってこっちにこう飛び出ちゃいやすいですから、こう斜めにすると各指がまっすぐ押さえられますね。同じフレット内でもこうじゃなくてこうで、そうするとまた人差し指がきつくなるんでね、ジレンマですね。こうまいところを場所探してもらって、ぐーっと中指と薬指を押さえてもらいつつ、人差し指1弦1フレット押さえて2021、これがね鳴るようにしてください。ここがかっこいいんでね、やっぱりね。でそして次薬指をそのままね2弦3フレットにつるっとずらすようなイメージで、まっすぐ G7 作ってもらってこうね、ずるっとずらして、同じ弦でね同じ指だったらフレットこう横につるままつるっと滑らすようなイメージでコードチェンジすると、指一度離してからまた押さえてね、2フレットから3フレットですよ、こうねこうよいしょって離してこうやるよりかはつるっとこうね裏側の親指でこう押し出すようなイメージで次のコードにこうスムーズに進めると、音もねつながり良くなるし、いいと思います。同じ弦同じ指で違うフレットだったらスライドさせてコードチェンジする、はい。であとはね1、2段目と同じですね。はい、という感じになります。うん、あとはね結構ねいろんなアレンジができると思うんですけども、とりあえずこんな感じです。これがオーソドックス。そしてね、またなんかすごいかっこいいコードの作り方だったりとか、さらにこれをかっこよく、自分流にアレンジしてみるとか、例えば、ジャズ風にしてみる、ボサノバ風にしてみる、ロック風にしてみるなんてことも、一応できなくないと思います。それぞれのね、やっぱジャンルの趣向があるので、例えばボサノバだったらもうフレーズ結構決まってて、ね、なんかこんな感じで半音ずつ下がってみるとかね、
とボサノバっぽい、なんか、まあ、リズムパターンとかね、各ジャンルによってやっぱりベタな流れがあるので、それを押さえておけば、でそれを、まあ、合間にこうちょっとこうインサートすることによってそれっぽくなったりとか、するわけですね。という感じで、オーラリーね、作ってみました、弾いてみました、いかがでしょうか。こちらも無料でね、下の概要欄から、Google ドライブでダウンロードできるようになってますので、まあ、プリントアウトとかしていただいて自由にね使っていただければと思います。ではでは、じゃあ今日ここまでにしましょうか。またね、これ、これ以降もいろんな音楽理論編、ちょっとね、難しいですけども、ぜひぜひトライしてみてください。合わせてね、基礎練習編とかもいろいろね、含めて、これからも動画アップしていこうと思います。ぜひぜひよろしくお願いします。オンラインレッスンもやらせていただいてます。下の概要欄からカフェトークというところでなんですけども、オンラインレッスンやらせてもらってますので、もしご興味ある方はぜひご相談ください。チャンネル登録やいいねもぜひぜひね、よかったらしていただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ今日はこれで終わりましょう。ありがとうございました。バイバイ、頑張って。